こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の夏シャツの鉄板をですね、皆さんにご紹介してみたいなというふうに思ってます。実際に自腹で購入してきたものを持ってきたわけなんですが、まあ結構ですね、夏のトップスって皆さん悩みがちかなと思ってるんですね。というのも、夏というのはですね、重ね着があんまりできないので、どうしてもですね、ごまかしが効きづらいんですね。ですので、アイテム単体にどんなものを選ぶのか、ここがものすごく重要になってくるわけなんですが、まあ選択肢もですね、そこまで広くないんですね。まあ代表的なところで言えば、T シャツなのか、もしくはポロシャツなのか、このあたりがですね、鉄板で、それに加えて今僕が着てるような半袖ニットという選択肢もありますし、あとは半袖シャツみたいなものもありますね。オープンカラーシャツですとか、レギュラーカラーシャツですとか、このような半袖シャツというのは僕の動画の中でもですね、よく解説をしているわけなんですが、それに加えて今回ご紹介するシャツというのはですね、もう鉄板で、もう数年前からですね、まず大人の男性に持っていただきたいシャツとして、よくですね、書籍の中でも僕はご提案してきたわけなんですが、最近はですね、ちょっと正直な話、そのアイテムの勢いというのは落ち着いてきていて、シャツといったらオープンカラーシャツの方が圧倒的にですね、市場には多いんですが、最近改めてですね、新調してみたら、これはですね、特に30代後半から40代以降の男性にとっては1枚は持っておかないとダメだろうというぐらいですね、しっくりきたので、今回の動画の中で皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。じゃあ具体的にどんなアイテムなのかと言いますと、今ですね、こちらに持っているようなシャツですね、長袖のリネンシャツになります。まあ、最近こちらはエディフィスで購入したものなんですが、こういったリネンのシャツというのはもうメンズファッションにおける一つの定番的な位置づけで、まあ、ユニクロなんかでも取り扱いがありますし、結構ですね、様々なショップで並んでいるんですが、最近は先ほどもお伝えした通り、オープンカラーシャツのですね、影に隠れてしまって、なかなかですね、スポットライトを浴びることが多くないんですね。ただやっぱり着てみると断然大人っぽくて良かったので、これはですね、皆さんにお勧めしたいシャツかなというふうに思ってます。まあ半袖のシャツもいいんですけども、どうしてもですね、こういった二の腕が見えるとそれが子供っぽく見えたり、なかなか清潔感が漂わないということも少なくないので、やっぱりですね、1枚ぐらいは長袖のシャツがあって、これをですね、男らしく腕まくりをして着るというのがですね、大人の男性には似合いやすいかなと思ってるんですね。まあ、僕もこのようなリネンシャツは大好きで、今まで様々なブランドのものを着てきたんですが、まあ、改めてですね、これを着てみたところかなり良かったんですが、やっぱり着方には注意が必要で、今までですね、僕自身がやっていた着こなしと2021年の着こなし方はちょっと変わってるなと改めて実感したんですね。そのあたりも含めてこちらを着ながら解説したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方も概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。こちらは最近購入しましたエディフィスのリネンシャツなんですが、まあ、サイズ感はですね、まあ、割とコンパクトな作りになってまして、僕は164センチ53キロで小柄なので、いつもですね S サイズを適正サイズとして着てるわけなんですが、今回はあえてワンサイズ上げて M サイズを購入しました。まあ、身幅もですね、いつも着てるシャツに比べるとこれでもだいぶコンパクトかなと思います。ちょっと横も見てみますが、着丈の長さもですね、そこまで長すぎないと思いますし、割と後ろから見てもですね、しっかりと体に合ってるようなサイズ感かなというふうに思ってます。決して今っぽいアイテムではないと思うんですね。今っぽさを優先するのであれば、先ほども名前を出しましたが、オープンカラーシャツの半袖ですね、そういったもので少しサイズの緩いものを選んだ方がいいかなと思うんですが、それが誰にでも似合うというわけではなくて、特に30代後半から40代以降の男性であれば、
このような王道シャツが似合うという方も結構たくさんいらっしゃるんですね。ですので、ぜひ皆さんには頭の片隅に置いていただければなと思ってます。このようなリネンシャツというのは個人的に大好きで、結構ですね、今から5年以上前になるんですけども、その頃はですね、僕はイタリア系のファッションがすごく好きだったので、結構いろんなものを買ったんですね。フィナモレですとか、バルバですとか、オリアンですとか、ギローバですとか、このあたりがイタリアのシャツ専業ブランドとしては有名で、割とこういったシャツとですね、デザインは似てるんですけども、その当時というのはですね、やっぱりタイトシルエット一辺倒だったので、僕ももうちょっとサイズ感はコンパクトに着ていたので、おそらくですね、こちらの S サイズをその当時だったら買ったかなと思うんですが、2021年現在だと、ちょっとですね、タイトすぎる着こなしはあんまりしっくりこなかったかなというふうな感じがしました。そして着こなし方もちょっと変わったかなと思ってまして、今ですね、僕はこのシャツの下には白 T を着て襟元から覗かせているんですね。このような着方はもう5、6年前は絶対しなかったですね。中はシークなんかを着て、なるべくですね、素肌に着てるような感じで、この V ゾーンを開けて着ることが圧倒的に多かったんですね。まあ当時のイタリアスタイルって、やっぱりちょっとセクシーな感じというところも一つのテーマとしてあったので、まあこの肌を見せたいだとか、あえて第2ボタンまで開けるという着こなしをしている方も少なくなかったんですが、そういったセクシーさというのはちょっと今の時代にはそぐわないところがあるかなと思うので、こういったイタリアっぽいですね、ちょっと綺麗めなシャツを着るときにも下にはですね、こういった白 T シャツがあった方が僕はバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、こういったシャツって結構襟型に特徴があって、こちらはカッタウェイと呼ばれるようなものなんですけども、第1ボタンを閉めたときにこの襟の開きがですね、結構大きいんですね。ですので第1ボタンを開けた時の襟の広がり方が綺麗なのが、このようなカッターウェイシャツの特徴かなというふうに思っています。先ほども触れましたが、こういったシャツというのは 5,6 年前までは結構いろんなセレクトショップでやっていたんですけど、最近はですね、なかなか見当たらなくなりましたね。本当にですね、シャツのトレンドというのがビッグシルエット化してますし、あと襟型としてはオープンカラーシャツですとか、あとはレギュラーカラーみたいなものが多くなっているので、このような綺麗めなシャツというのをオリジナルで作っているところはほとんどなくて、僕の知ってる限りではエディフィスですね、ここはしっかりと毎シーズン作っていて、結構これがですね、人気なんですね。なんだかんだで大人の男性にはこういったシャツ似合いやすいので、やっぱりですね、人気が集中するので、これをですね、皆さんも持っておいて、まず間違いがないかなと思っています。あとはですね、シップスとかでもたまに見かけますし、他にはユニバーサルランゲージなんかでもこういったシャツやってるので、下の概要欄にリンクを貼っておきたいなと思っているんですが、こういったシャツはですね、僕ら30代後半から40代以上の男性にはめちゃくちゃ使い勝手がいいので、ぜひ持っておいていただければなと思っています。で、着方としてはですね、やっぱり第1ボタンを開けて白シャツを見せるというところと、この腕まくりですね、これがまあ最大のポイントで、ここを締めてしまうとやっぱり暑いし、やっぱりこなれ感みたいなものが出てこないので、腕はまくっていただきたいんですね。まあ、まくり方にもいろんな種類があるんですが、僕の中では一つ定番的なのは、大きく1回まくってこんな感じですね。その上からもう1回このように折ってあげるという感じですね。こんな感じですね。そしてこの裾の部分がですね、ちょっと跳ねるような感じがバランスがいいかなと思ってます。で、肌の見える分量なんですけども、この関節の曲がるところまで行ってしまうと、ちょっとなんか頑張ってる感が強くなってしまうので、ほんの少しですね、腕周りが見えるぐらいでいいかなと思ってます。まあこれぐらいのバランスですね。七分丈シャツぐらいのイメージがいいかなと思ってまして、そして腕が露出したところには時計だとか、あとはバングルだとか、ちょっとした小物が見えると大人っぽくてバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、決して現代的な着こなしというわけではないんですが、こういった王道の着こなしもやっぱり一つ知っておくと大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思ってます。あともう一つですね、着こなしのバリエーションとしては、第一ボタンを開けながら前のボタンを全部閉めるというのもいいんですけども、まあ、今回のようにですね、前ボタンは全部開けてしまって T シャツの上に軽く羽織るようなスタイルというのも意外と使い勝手がいいかなと思ってます。こういった着こなしというのは 5,6 年ぐらい前はですね、あんまりしなかったんですが、羽織物感覚でラフにですね、着てもらうのも結構使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこういった着こなしも皆さんバリエーションの一つとして頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。
まあ、ボトムスに関してはあんまり見えづらくて恐縮なんですが、僕はですねブラック系のスラックスを合わせています。まあ、シルエットとしてはビッグシルエットのものではなくてテーパード型ですね。腰周りには適度にゆとりがありながらも膝から下は細めになっているような割と王道なシルエットのものの方がやっぱりバランスよく合わせやすいかなというふうに思っています。まあ、今回はですねこういったブルー系のシャツを選んでいるのでボトムスに関してはブラックだとかあとは濃いネイビーとかで引き締めてあげるとバランスがいいのかなというふうに思っています。足元はですね何でも合うんですよね。例えばグルカサンダルみたいなもので今っぽさを出すのもいいかなと思うんですが、まあ、定番の白系のレザースニーカーで明るさを出してあげるというのもいいかなと思うのでちょっとですねこのあたりは皆さんなりにアレンジをしながら楽しんでいただければなというふうに思ってます。そしてシャツの色なんですが鉄板で言ったらブルーだとかネイビー系というのは合わせやすいので結構おすすめかなというふうに思っています。あとはちょっと中級者的になりますがベージュ系だとかあとはブラウン系ですね、こういった柔らかみのあるような色なんかも結構大人の男性に似合いやすいのでそのようなカラーも含めてぜひ検討していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性の夏の定番シャツであるリネンシャツですね、こちらについて解説をさせていただきました。まあ、こういったシャツというのは僕自身もですね買ったのはおそらく5、6年ぶりかなと思うんですね。ですのでかなり新鮮な感じがしたんですが試着の段階でかなり僕の中ではいろんな気づきがあって例えばサイズ感に関しても通常は S なんですが S が全くしっくりこなくて M を着た瞬間にこれだなというふうに思ったというのもありましたしあとは着方ですね、シークの上にこちらを着て素肌を見せたら全くしっくりこなかったんですね。そこでこのような白 T シャツの上に着たらあこういった着こなしが合うんだなというのが改めて実感できたわけですね。ですので同じようなアイテムであっても時代によってどのようなアレンジの仕方があるのかっていうのはですねやっぱり変わってくるんだなというふうに感じています。そしてこのようなベーシックなアイテムってどうしてもですね僕らファッション業界に身を置いている立場からするとあんまりおすすめしづらいんですよね。それよりも今旬なものの方が僕ら自身も好きなのでそっちの方ばかりをですね提案してしまうんですがアパレル業界の人たちと一般の人たちの間には大きな溝があってなかなかですねトレンドに振ったものが似合いづらい方もいらっしゃいますしそこまで感覚がついていけないという方も少なくないかなと思うんですね。そのような方のためにこういった定番的なアイテムをしっかりとお伝えしていきたいなというのをですね今回の動画で改めて実感しました。ぜひ皆さんにもですねこういった定番的なリネンシャツというところをですね改めて楽しんでいただきたいなと思ってますし、まあ、今回はですね僕はエディフィスのものをご紹介しているわけなんですがそれ以外にもですねユニクロから始めてみるのもいいかなと思いますし無印良品なんかにも似たような商品があるかなと思うので今回のですね着こなし方のコツを踏まえながらぜひ皆さんなりに楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。